鈴木史郎は日本のフリーアナウンサー、タレント、元 TBS アナウンサー。本名は同じだが、TBS 在職当時より冒頭表記と鈴木史郎表記の両方が見られる。京都府京都市北区上鴨神社の社家、神社を守護する武士の家系の出身。父親が日中貿易会社を設立し、幼少期は仕事関係から中国大陸で暮らす。 第二次世界大戦の終戦後は、父親が無実のスパイ容疑をかけられ、中国政府に拘束、強権的に財産没収を受ける。そのため母親と妹二人の四人で日本へ引き上げることとなり、北京から天津の港まで約1 2 0トルを徒歩で移動したという。佐世保に着いた時、交差で空も空気も黄色く濁っていた中国に比べて、日本は、 こんなにも綺麗な国があるのか。天国みたいだと思ったと回想している。京都市立紫の高等学校在学時は、陸上競技部に所属し、三段飛べで活躍。早稲田大学法学部へ進学し、放送研究会に所属。会友には、つ木茂や大沢優里らがいた。早稲田大学法学部を卒業。1962年4月に TBS へ入社し、 アナウンス室に配属される。1963年11月23日、宿直だった鈴木は、ジョン・ F ・ケネディ暗殺の第一報を、ケネディの死亡が確認された1時間後の午前5時の、ラジオニュースと5時10分からの担当番組、朝のひとときで伝えた。1966年1月より、ラジオ局放送部兼テレビ編成局アナウンス部、 1967年11月より、ラジオ局第一制作部兼アナウンサー研修しつつけ、1969年3月より、ラジオ局放送部兼第一制作部兼、第二制作部兼アナウンサー研修しつつけにそれぞれ、配属された。1970年7月より、テレビ本部制作局制作部に配属され、アナウンス職から離れる。同制作部時代には、 番組制作ディレクターを務めた。以後、1974年2月より、編成局契約部、1975年8月より、報道局ニュース部、1977年11月ラジオ、本部ラジオ局ラジオニュース部、1980年4月テレビ本部報道局、編集部権、ラジオニュース部、1989年1月より、 報道総局アナウンス部兼報道局、編集部兼ラジオ総局情報制作局ニュース情報センター部、1991年5月よりアナウンスセンター兼報道局にそれぞれ配属された。その間、報道局時代には社会部記者を務めた。報道局時代の1983年にはアナウンス活動へ復帰している。後にアナウンス副部長も務めた。 アナウンサーとしては、報道番組の他に、バラエティにも出演。サンマのカラクリ TV 内コーナー、ご長寿早押しクイズの司会者として人気を得た。1998年2月に60歳で、TBS を定年退職後、翌月よりフリーアナウンサーとなる。その一方、歌手、俳優、モデル、テレビゲームと、あらゆる分野に挑戦。 公演活動を中心に活躍している。1999年には、オえハルフで歌手デビューを果たし、同曲は約6万枚の売り上げを記録した。2002年には、舞台俳優として、新演歌の花道へ初出演した。2000年、主に TBS アナウンサー OB のマネジメントを行う、事務所である、クリエイティブメディアエージェンシーと契約。テレビ番組報道。 情報番組のメインキャスターの経験はなく、もっぱら単独で土曜日夜のニュースを、延べ14年間担当していた。テレビ番組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 ,テレビ番組、ラジオ番組下記はいずれもテレビ番組。夜中にプレイする際は、妻に迷惑をかけないようにヘッドホンをつけているという。バイオハザード4の最高難易度は、容易にクリアでき、 比較的難易度の高いおまけステージでは205,370点という高得点を記録している。好きなバイオハザードの登場人物はジルバレンタインで彼女に惚れてずっとジルでプレイしていると語っている。カラクリ TV ではスコアアタックモードをプレイしながら話した。ギャオ特集バイオハザードディジェネレーション鈴木史郎レポートでは本人のメモリーカード持参で ニンテンドーゲームキューブ版バイオ4の腕前を披露している。2008年の東京ゲームショーで行われたクリエイターズトークショーにて一緒に司会を務めたアリの深夜に対してこれからバイオハザード4を始めるならナイフ攻撃が他の機種より0.5秒ほど早く出るウィーバンがおすすめですと発言しアリのを驚かせた。受付で一人での来店を告げるときは ちょっと爽やかな気持ちになるとしており、一人カラオケに対して気恥ずかしさは感じていない。一人カラオケの功能として、鈴木は孤高の境地を得たことを挙げており、一人で技を極める武士道にも通じますと語った。ありがとうございます。